二郎系ラーメンは食べ残し禁止なんだぞ。全マシあれで。はい。このおなじみの呪文はもはや一般常識レベル。僕も大好きな二郎系ラーメン。実は先日大阪の二郎系ラーメンの店でこんな事件が起きた。食べ残し禁止という店のルールを守らず食べ残して逃走する客がいた。よって今後はお客様から1万円をお預かりして完食後に返金するというシステムに変えます、と店の店主が SNS で宣言した。これが口コミで拡散されて賛否の嵐。自分で大盛りにしといて残すんだから客が悪い。いや、飲食代とは別で客に1万円を用意させるのはおかしいことだ。皆さんこれについてどう思う？これね、法律に触れなければ店が何をしようが勝手だと思うんですけど、店主さん間違いなく客足は遠のいていく。まあこんな話をしているんですけど、とりあえず僕はごちそうさまでした。